はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅を作らないよう毎日一人語りでお送りしているマツコちゃんのチャンネル。今日の話題はこちらになります。はい、やっちまった系の離脱劇というですね、最近もですね、結構そのあ、これやっちまったなというような感じのその団体からの離脱劇みたいなものが割とあったりとかします。それから団体を退団したんだけども、その後まあ鳴かず飛ばず、それこそ試合すら組まれないような状態で、ほぼほぼ業界から押されてしまうような感じの選手とかもいて、あ、これ明らかにやっちまったよなというようなもの。まあ、ちょっとね、日本人のお話をすると生々しすぎちゃいますし、ちょっとあれだと思うので、今回はですね、外国人レスラーのこのやっちまった系の離脱劇についてお話をしていきたいと思います。まずはこちらですね。はい、ザンディグ大日本プロレスにね、CGW デスマッチ団体 CGW の統領としてね、実際にオーナーだったんですよね。参戦していた、ザンディグ選手ですね。もう CGW といえばやっぱりその大日本でねデスマッチ慣れしていた日本のファンにも、目の覚めるような斬新な競技攻撃、まあ、ステイプルであったりとか芝刈り機であったりとか、こういったものを駆使してね、やっぱりその一大センセーションを起こした2000年代初頭のね、非常にCGW ブームと言えるザンディグのね、やっぱりそういったスタンスがあって面白かったかなというふうに思います。その後ですね、やっぱザンディグ選手がかなりわがままで自分勝手だったというお話はですね、よく折に触れて聞きますけども、これは紆余曲折あって大日本プロレスを撤退するという宣言をマイリング上でしたと。ところがこの時にその宣言をしたのはザンディグ選手だけだったんですけども、他の選手誰も聞かされていなくて、みんな悪気に取られて、その帯同していた外国人選手たちも未練たらたらだったという話もね、聞いております。で、ワイフビーターとかも、ね、人気でしたけども、もうすぐに引退してしまってトラック運転手になってしまったり、マドマンポンドなんかはですね、 CGW と縁を切って独自に大日本プロレスに上がるようになったりという形で、結局ザンディング選手はここで実際その団体を撤退をするつもりはなくて、何かしらの目論みがあったみたいなんですけど、結局その自分勝手な構想の中で勝手に決めたことだったので、誰にも相手にされず、そのまま本当に撤退になってしまい、その後ゼロワンに上がったりとかしましたけど、もうかつての勢いを取り戻すことはなかったと。まあ、本当にやっちまった系の離脱劇と言いやすいと思います。そして、次ですね。はい、ジェームス・ライディーン選手、ゼロワンで大活躍していましたよね。当時のライディーンは本当にその凛々しいというか、かっこいい、たくましい若者という、そういった印象がすごくありました。火祭りでの優勝、それから、世界ヘビー級のプロレスね、プロレスリング世界ヘビー級のベルトの奪還と、まあ、いろいろ活躍をしていたんですが、やっぱり本人非常に天狗になってしまい、まあ、いろんな試合をいきなりボイコットして、ここでね、なんかちょっと色恋沙汰あったみたいな話があるんですが、ここは真実かどうかわからないので、とりあえず一旦置いておいて、俺はもう、WWE か新日本プロレスに行くから、もうゼロワンには上がらないよということで、撤退をしてしまったと。あ、この時にもう、あ、やっちまったなというのは僕すごく思いました。で、実際にそこからもう本当に何年もしなかったですよね。またちょっとそのお詫びをするという形で、ゼロワンに復帰して、まあ大谷選手の優しさですよね、復帰したけど、結局やっぱそこも長続きすることもなく、全日本プロレスにも参戦して、ディラン・ジェームスってなのでね、参戦して、まあちょっと少し盛り上がりかけてましたけど、ここもやっぱ長続きすることもなく、最後多分総合にでした。あれですよね、高野富士じゃないや、スモスモさんと一緒にやって、と試合してましたね。で、そこを最後にもう今、まあコロナということもあって何をしてるかという感じになってます。やっぱりですね、ちょっとこの自分勝手に、自分のそのなんていうかな、能力を過信してというか、そういった感じで、やっぱりその、今までね、親切にしてくれた、よくしてくれた団体を裏切ってしまうというのは、結局、巡り巡って本人に返ってくるんだよというような感じの印象がすごく強かったですね。はい、皆さんにとって、やっちまったよという離脱劇、何があるでしょうか、コメントに書いてもらえると嬉しいです。というわけで、今日はですね、やっちまったなという離脱劇についてお話をさせていただきました。今日の動画が面白かったという方は、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。